はい、なんかいいねがついたので、これもちょっと動画撮っときます。このツイッターの記事ですね。大和田雅子、皇后雅子、後藤、なんとかさん。これはまあ、なんかいろいろね、この記事に書いてあるんで、創価学会池田大作さん、孫手若さんですね、名誉会長ですね。で、なんか、それも、なんかいろいろ出てますね、ツイッターにね。なんかね、いついつどうしたっていうね、いついつどうしたっていうのが、バッチリ載ってますけど、どうなんですかね。またね。はい、まあ昨日ね、安倍総理大臣は生きてるっていうのを取りましたけどね。それはもう、そうなんだと思います。私は思います。はい。嘘はつかないと思いますね。分かっちゃうんですね。分からないと、ちゃんと分からないとね、本とか書けないと思うんですよ、やっぱね。で、まあ、あと、動画ね、全部見てきてね。やっぱり、どう考えても人間レベルではないんですよね、やっぱね。全然もう違うのでね、これツイッター見ててもね、違うんですよ。やっぱね、ラプトさんとかすごい人だなと思うけれども、すごいなって、みんなすごいなって思うけれどもね、お味噌チャンネルさんたち面白いし、それがすごいなと思うんですけど、やっぱりね、人間レベルでできることではないなって、こう、長い間言ってきましたけどね。そういう感じで、まあこれはですね、もうみんなね、いっぱい証拠っていうか、もう本も出てるし、いっぱい載ってるので、まあご興味があれば、いっぱい、本か、本図書館で借りて、図書館でね、アシュタールさんの本も別に図書館で借りればいいのでね。歴史のこととね、興味のある方はですね。どうもすいません。失礼します。